え？え？動けるの？ちょっと、え？もう、ああ、え、動ける？うん。これ？え？これ？だって、ルカから聞こえたものって、もう、でも、え？ねえ、それ確かに兄貴のでしょ、これ。うん。あ、動けるわ。え、え、おい？ツイートしようと。そして、ここにツイートしてる。え、さっきめっちゃ固まる、こっち。あ、マジ？お兄ちゃん、助けて。想像以上に理解力がなかった。うん。いや、よくあるんだけど、よくあるんだけどね、このフリーゲームでさ。うん。最後、最終的にうまく理解できてないの。いや、でもな、理解したいよな。ねえ、すごいいいゲームだから。うん。え、これは誰に話しかけるの？どっち？もう撮ってる、これ。大丈夫？大丈夫？撮ってる、撮ってる、撮ってる。あ、ゴー。ルカ、俺、お前のことが。はわわ。まさか、ここにあれが。どれ？あれが、鈴じゃないのかな？だって、カランって落としたくね？だよね。やっぱ、靴下の中にもしかして入ってるのか？うん、この中に。ねえ、そうかもしれない。いや、え？使える使う、押せるでも。ああ。前汚染買ったことないこれ。汚染買った。お？はあ。何が？何がある？この靴下、お兄ちゃんに渡そうとしてずっと持ってたんだった。あれ、中に何か入ってる。はあ！鈴やー。鈴。鈴？全然気づかなかった。なんでその鈴が。これがどうかしたの？それは、七尾が僕と白につけようとしてた鈴だ。あの日それをつけたら完成だったんだけど、鈴が一つ足りなくて、七尾は僕らに鈴をつけるのをやめたんだ。まさか、ルカの世界のものがここにあるなんて。え、じゃあここはルカの世界じゃないの？あれ？さっきあれあれもうダメだ。ここはでもおもちゃの世界でいいのか？いいのかな、鏡の中入ったから。あ、そうか。そういえばお兄ちゃん、鈴をなくしたって言ってたような。そうだね、最初に言ってたね。ね、見てたね、最初。その鈴から、何か感じる。ほんと？つけてごらん、シロ。ああ、ルカ、頼む。はっ！あ、てか、赤色の、うん。赤方が、はい。はぁ！指輪をつけるみたい。ああ、近い！そっか、これさ、首にかけてたこの赤いやつさ、うん、なんか気になってたけど、このためのものだったんだね。そういうことだね。うん。そうだ。学校に残された俺は、鏡の世界を作って、ルカに会いに行ったんだ。ルカと、兄貴のことを探して、何度も鏡をくぐって、そしてたどり着いた。どうやって力を使っていたのか、どうやって世界を繋いだのか、全部思い出した。やった！これでシロがしちゃったこと、やり直せる？はあ、ルカ、一緒に鏡の世界を通るんだ。うん。待って、シロはぬいぐるみに戻りかけてる。僕の残った力もそのうん。待って、大丈夫だ。固まってる。いいとこで固まってる。兄貴、体が。これでしばらくルカが守られるはずだ。そんな、消えちゃうの？せっかく二人が会えたのに。お前、消えるのか？消えるのか。いいんだ。僕もルカのぬいぐるみ、ルカを守りたいんだ。
僕がしたくてやったことだからいいんだよ。でもそれでいなくなっちゃったら。じゃあ僕にも名前をつけて、ルカ。黒じゃないの。黒じゃないかな、これは。さすがにシンプルな名前つけるからな。わかった、黒、ありがとう。やっぱりここでノワールとかつけたらびっくりしちゃう。びっくりしちゃう。うん、いい名前だ、ありがとう。さよなら、シロ、ルカ。あら、わあ、光になっちゃった。俺、化け猫になってルカの世界をめちゃくちゃにした自分が許せない。だけど、え、泣いてる。本当だ。ぬいぐるみのままだったら涙も流せなかったんだな。うわ、いやルカの世界を壊したのは俺、ごめんなルカ。うん、シロはお兄ちゃんが込めた思いの通り、私に会いに来てくれたんだよね。ああ、尊い。ああ、激エモスポットになってる、やっぱり。ねえ、激エモスポットだ。あ、動けるのか。あ、動けるね。ここで愛を誓おうか。そして、トイッター向かい合えない。向かい合えない。あの子に話すのかな、トウキちゃんに。かなぁ。いや、でもそろそろ、でも思い出してるから鏡の世界に行けばいい。ああ、そうか、行かなかんか。うん、帰る方法が分かった。シロと一緒に絶対帰る。一緒に帰れるといいなぁ。でもなぁ、ぬいぐるみに戻っちゃうかな。ね、戻っちゃうもんね。そうだよね、ちょっと。そうなるよなぁ。双子の猫のお話はここで終わり。めでたしめでたし。めでたしじゃないよ。めでたくないよ、まだこれは。切ないよ。助けてよ、神様。本当だよ。あれ、泣いてない？あれ？帰ってしまうのね。もう日が暮れてしまったものね。よい子はお家に帰る時間だわ。私ね、久しぶりにおまご、まごごが、が、が、やっぱりおままごとで噛むんだよな。おままごとで遊べて、今日は本当に楽しかったの。それなのに、私ったらとおせんぼなんかして、意地悪だったわよね。ごめんなさい。またいつか私と遊んでくれる？もちろんよ。冗談よ。あなたもうおままごとはとっくに卒業してるお年頃だものね。何回。さよなら、モンシェエトンドゥ。おお、私の愛する優しい子。今度は迷子にならないようにね。うん、俺今度から使っていこうかな。ね、モンシェレトゥンドゥ。忘れた。あ、トラ。これは普通のトラ？にゃん。お、トラ。トラ追いかけないと。トラ丸が、うん。絶対みんなで一緒に帰るから。帰るか。トラが下に行ったよね。あれ、あ、いるよね、いるよ。右に。あ、右にいた。こんにちはーす。トラちゃん。トラ、やっぱりあのトラだったんだね。お兄ちゃんの夢を見せたのもトラでしょ。ずっと私を導いてくれてたんだね。ありがとうね。あじゃあ！わあ！いいね。よかったねー。ねえ。ここから元の世界に帰るの？そうか。鏡っていうのは、あれか。ああ、普通の鏡じゃなくて、この水面。ね、
水面もそれに含まれるのか。おーおお。向こう帰った時じゃびしょびしょのまま。何あれ、私寝てるじゃん。え、あれが本来の世界のルカだ。ほう。え、そうなの？もしかして今が夢だったり。おーい、私起きろ。何アホ面して寝てんだ。起きろこら。アホ面して寝てるのか。そんなことしても無駄だ。ルカを返すには俺たちがそこに行くしかない。そっか、どうやって。ここから鏡の世界を通って正しいルカの世界に出る。俺が連れていく。いい力を持ってるね。連れてくし。待って、なんだ。その前にやらなきゃいけないことがある。お母さんとお父さんを連れてこないと。絶対一緒に帰るんだから。わかった。あ、なるほど、まだまだねっていう、うん、家まで。え、結局お父さんとお母さんもこっちに来ちゃってるんだよね。ねえ、ってことで合ってるんだよね。そういうことよね。うん、じゃあ家族とルカが来ちゃったってことか。そうよね。あー、そっか。だから普通にお父さんとお母さんはもうスムーズにぬいぐるみになってしまったんだ。スムーズに。お昼寝から目覚めたか。あ、読んじゃった。え。ああ、おっと、パパママかわいい。お母さん、お父さん、シロはいい子だよ。私も大丈夫だから。私の言うこと聞いて、みんなで一緒に帰ろう。わかった。ルカが言うならわかったよ。あ、出た。この池からシロが作った世界を通って元の世界に帰れるの。だから、あ、おお。おーおー、迷いがない。大丈夫だ、二人とも行き先は分かってる。俺たちも行くぞ。 OK。 ツイートする。トイッターするか。トイートもうついトイートじゃなくてツイートって言っちゃう。うんうん、みんな。ああ、同じか。動いてる、ずっとブランコが。これ結局誰だったんだろうね。ね、行きますか。うわあ、いやあ、うわあ。俺が必ずルカをルカの世界に返す。つかめ。喜んで。ひえ。キャー。うわー、あ。そんなに深かったんだ。そんな深かったんだね、これ。あれ？え？戻ってき、ここは？え、る？俺が無意識のうちに作っていた鏡の世界だ。おもちゃたちがいなくなってる。あ、本当だ。右側に砂場がある。うん。鏡の世界には誰もいない。景色だけが反転してそこにある。俺はこの世界を通ってルカの部屋の鏡からルカのところへ行った。なんか BGM がね、なんかなんだ、なんか戦闘 BGM っぽいんだけどね。え、俺の力がなくならない限りその鏡がルカの本当の世界とつながっているはずだ。これ時間制限あるのかな、もしかして。かもしれない。わかった、急ごう。いや、道に迷いそう。あ、は、時間、はぁ、あ、マジか。え、まずい。俺が望んだ世界を俺が引き返そうとして崩壊しかけてる。え、やばいじゃん。行き先はわかるよな。走るぞ。頑張ります。大丈夫これ、ピキピキ来るのかな。そう、歩いてるうちに。いうことよね、多分ね。家へ向かう。ああ、大丈夫大丈夫。あー、セーブしなきゃいけないんだ。
なるほど。はい。何が起こるんだ、ここから。左に行くんだよな、鏡だから。あ、違う。あ、こっ。右だね。右に。あ、もしかしてまた、もしかしてまたいっぱいジオマイキが出てる。やめてくれ。走るぞ。はい。うん。うわ。おわ。出てる、やっぱり時間が。待って。これ踏んだ。めっちゃカクカクしてる。カクカクしてる。そっか、動けないのか。いや、これ引っかかってんだ。あ、ちょっと、力がなくなってきてるってこと。そういうことだよね、多分ね。ルカ、大丈夫か。ごめん、また転んじゃ。これじゃあ転ぶわけだ。うわあ。クロウがくれた最後の力、無駄にしない。うん、そうだね。これ引っかかるところがあるんだ、きっと。そうね、多分割れたところは歩けなくなるんだね。うん、これそういうことだ。うわ、ちょっと待って。わあ、あ、やっぱ。どこ。そこ。びっくりした、いけた。やばい。あ、ディビロ。まずい。あ、これ、こういうバットはね、先に見とくのがいいからね。そうね。間に合わなかった。シロ。大丈夫だ。必ずルカを元の世界に連れていく。シロ。必ず。ああ。わあ、これ。一緒に戻れないってこと、もしかして。兄貴に会わせるから。エンディング分岐だった、もしかして。これかもしんない。これいくつあるのか知らないけど、分。わあ、晴れた世界で。いやー、マジか。こういう、ぬいぐるみになった状態って。つらー、なんか。あ、それはもうすまねえ。あの、引っかかるってこと、もうちょっと早く分かってたらあれだったんだな、ね、固まったと思ってた。ね、固まったわけじゃなかった、時間が進んでたから。なんかこれ、鏡の世界を裸足で歩いてるって、なんか、うん、痛そうだ。なんか足痛そう。しかも、なんだ、いや、気のせいか、なんかちょっと涙流してるような風に見えたけど、気のせいかもしれない。いやー、でもなんか私にもそう見える。うん、私たまにあの鏡が割れる音みたいなのが聞こえるからさ。うん、ああ、僕も聞こえるけど。そう、それ白が踏んで歩いてるのかなみたいな。ああね、それな、辛いな。バッドエンド永久。この世界でずっとさまよい続けるってこと。そういうことだよね。うわ、いや、もう無理、そんな無理。絶対に幸せにしよう。絶対に二人を幸せにするんだ。幸せな世界になってくれ。そうだ、マジであの白いページはまだ続くんだよ。そうだよ、終わりなんてない。走るぞ。オッケー、うん、頑張れ。頑張る。引っかからないように気をつけて。これでもなんかちょっと分かりづらいよね、この。そうだね。あー、おーおーおー、危ね。でもあそこで、ここでね。そうだね。あ、うんうんうん、大丈夫か。ごめん、また転んじゃ。あー、これじゃ転ぶわけだ。うわー、あー、いいっすね。クロウがくれた最後の力、無駄にしない。うん、そうだね。行くぞ行くぞ。間に合ってくれ。あー、あ、ここそうだよ、ここ、あ、OKOK、いけたここ上、うん、そう、すんで、これで。あー、お父さん、お母さん、お父さん、お母さんいる、大丈夫か。こっちやで。よし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 。やばい、うん、私たちも行こう。あ、でも時間制限はなくなったね。ね、大丈夫っぽいかな。あ、トイートできる。マジするんかい。トイートするの。やっとシロとここまで来たよ。ツイートしてる暇あったら急げ。背負ってもらってるから、うん、そのまま
そっか。あ、あ、危ない危ない。やばい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 。大丈夫なのか？二人は先に行って。お、戻った。体が戻った。出口が正しい証拠だ。ルカの世界の力が強まってるんだ。ねえ、シロとはここでお別れ？そうだ。ただ。やっぱり、そうじゃないかと思った。俺は化け猫だ。俺がルカの世界にいる限り、ルカの世界はずっと自分の姿を忘れたままだ。でも、約束したじゃん。一緒に帰るって。ルカ、俺は化け猫だけど、ルカのぬいぐるみだ。ずっと、ルカのそばにいる。違うよ。私の知ってるシロは、優しくて、大きくて、時々ぽーっとしてて、笑うと尖った歯が見えて、抱きしめると少しふんわりしてて、今私の目の前にいる、あなたなんだよ。ルカ、俺に名前をつけてくれて、ありがとう。シロ、今までの全部夢？泣いてるよ、ルカちゃん。うん、涙が。あ、涙。ああ、夜だ。夜だね。え、何も話せない感じかな。お、この鏡に吸い込まれて目が覚めた。この向こうにおもちゃの世界があって、この向こうにシロがいるのかな。もう光らない。触っても何も起きない普通の鏡。ああ。戻ってきたんだよな。ねえ。ただいま、ルカ。あ、お兄ちゃん。な、何？変な顔して。うるさいな。変じゃないもん。まあ、また制服で寝てただろ。シワになってる。ほんと、ご飯の前に寝るのが好きだな。今帰ってきたの？そうだよ。帰り遅くなる、遅くなるって今朝言ったろ。七尾くんの背中に。ね、見えてるね。今朝、言ってた。お帰り、お兄ちゃん。おう、頬が赤い。かわいい。それでなんだけど。あのさ、授業で作ったんだけど、いる？これ、本当にお兄ちゃんが作ったの。あれ、二つある。え、黒？消えちゃったのに。何びっくりしてんの？あ、だって、二つもあるから。ああ、成績上位狙いたくて双子にしたんだ。絶対クラスでトップもらえたと思う。ああ、建前建前。トップか。本当にそうかも。売ってるぬいぐるみみたいに綺麗だもんね。いや、売り物のレベルにはまだ全然。それで、いるの？
いらないの？いる。言うと思った。から、はい。あげる。やったー。名前はつけてないんだ。どうせルカがつけるだろう。うん。あのね、こっちが白、こっちが黒。だよな。まあ、ルカならそう言うと思って。俺も心の中でそう呼んでたけど。ありがとう、お兄ちゃん。はいはい。あれ、鈴がついてる。おかしいな。鈴は素材が足りなかったから諦めたのに。うわー、なんでついてるんだろう。うわぁ！スルーエンド、そばにいるね。やばい。泣く。泣く。はぁ。なんか、いやぁ。泣いてる。え、オルゴールだ。あぁ、あの、歌ってくれたオルゴールさんかな。うん、あれ？どうなってるんだ？わかんない。ああ。あ、わあ。ああ。ああ、そういう。わあ、いい。そういう、そういう。いや、マジで。あう。うわあ。ああ。すげえ。舞台挨拶だ。素晴らしすぎる。素晴らしすぎる。タイトルもなんか確かにね、舞台っぽいもんな。うん、ねえ。あー、うわー、いい演出これ、いいねーこれー。あー、おー、あ、あれか、あの最初の一番最初の人だ。そうだそうだ、あのふざけちゃった子だね。ど、同級生の子だ。あー、おかまと、おー、おか、おかまあの風呂場のとこにいた子だったけど。あー、はいはいはい。うん、あ、出た出た、ブリキの兵隊ね。あ、いいねー。赤スタネットもいいね。こういう舞台挨拶してくれるの大好きだな。ねー、すごいいいね。うん。あー、ひこり、ひこりの。あ、カメも出てきた。あー、カメ、あれめっちゃ簡単だった。ねー。あー、飲み物も生きてんの？あれ。アヒル。ああ、公園にいた子たちだな。うん、あとあれだ、キッチンにいたね、ドラゴンも、ドラゴンも、金魚も、シロが食べたがってた金魚。あー、で、ルカちゃんが、うん、ルカちゃんの、いやー、あのバッドエンド最後に回収しようとしなくてよかったわ。辛かったもんね。本当にわかる。よかったー。あー、トラありがとな。トラちゃんありがとう、本当に。Thank you for playing. ありがとうございました。ありがとうございました。いいゲームだったな。ね、本当に。報われたよ、最後に。ね。ただいま。あ、位置ついてる。いいよ、いいねがついてる。いいねがついてる。いい演出だな、最後まで。ね、本当に。トイボックスの夢の中でを最後まで遊んでいただきありがとうございます。クリア特典が追加されましたのでどうぞ覗いてみてください。あら、これはの覗いていいやつかな。覗いていいやつよね。覗いていいやつだと思うけど。あら、まあ、で、これからね、黒にね、鈴がつくんだね。ねえ、そうね。はあ。これはおまけいく。 おまけどうだろう、実況外の方がいいかな、これどうだろうね。おまけは、いや、こういうのはね、自分でプレイしておまけ見た方が多分いいよ。まあ確かにね、そういうのはあるかもしれない、うん、そう、なんでこれからちょっと私たちで楽しむんで皆さんも気になったらぜひプレイしてみてください。ぜひぜひ、本当に楽しかったです。あー、本当に、いや、てかね、誕生日記念コラボみたいな感じだったけど、うん、結構長めだったのでね。そうね、数パートに分かれてると思うんですけど、うん、ね、最後まで見ていただいた皆さんありがとうございました。ありがとうございました。
また何かしらでねコラボすると思うんで、その時はよろしくお願いします、うん、お願いします。はい、ということでじゃあこれで終わりたいと思います。はい、名残惜しい名残惜しい引きずりすぎると長くなる。そうだね、そう、ややこさんのあのチャンネル概要欄に貼っときますのでよろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。